まず、鍵でフロントドアのロックを外します。フロントドアのアイコン部分を押すと、ドアが開きます。鍵をかけることで、不要意にフロントパネルを開けられる心配はありません。青いホルダーのつまみを軽くつまみながら、取っ手を持って引き出します。ホルダーをカチッと音がするまで本体に押し込みます。 フロントドアをカチッと音がするまで閉じます。必要に応じてフロントドアに鍵をかけます。以上で作業は終了です。簡単にストレージの交換ができました。